こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、本日2月の10日に発売になりましたユニクロ U の春夏の新作ですね。こちら実際に購入してきたので、皆さんに全力でレビューをしてみたいなと思います。こちらずらりと並んでいるわけなんですが、まあ、それにしてもですね、まさかの雪でしたね。春夏の新作なのにこんなにですね、雪が降る日にですねレビューをするとは夢にも思っていなかったわけなんですが、ファッションの世界ではもう春夏のテンションなんですね。まあ、今回はですね、数あるユニクロ U の新作の中から厳選して5つにですね絞り込んで、皆さんにですねしっかりめに解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ今後のお買い物の参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですねなるべく分かりやすく解説をしていますので、まだの方はですねぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。ここからはですね、僕自身が実際に購入したユニクロ U の春夏の新作モデル、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目は、まあ一番ですね、自分の中で気に入ってるものをご紹介するのがいいんじゃないかなということで、今着ているこちらのコートですね、なかなかいいんじゃないのかなと思います。商品名はですねフーデッドロングコート、色はですね09のブラックを購入しました。価格は 12,900円ということで、アウターにしてはかなりお手頃かなと思います。でこちらのアイテムなんですが、事前のレビューでも皆さんにもご紹介していましたが、メンズのコートではなくてレディースのコートになるんですよね。まあ、正直ですね、男性が女性もの着るのどうなのと思ってる方少なくないかなと思うんですが、まあ、最近はそのような流れがより強くなってきていて、こちらのコートもですねレディースなんですが、かなりゆったりめに仕上がっています。ちなみに僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、こちら M サイズを購入しました。正直かなりたっぷりとしたデザインで S サイズと悩んだんですが、やっぱり男の僕がレディースの S を着るというのはどうしても抵抗があったんですね。なのでちょっとだけ見栄を張って M サイズを購入したわけなんですが、僕よりも身長が高かったりですとか、がっちり体型の男性でも1サイズ上とか2サイズ上であれば全く問題なく着れるかなと思うので、まあ、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。まあ、このようなコートのジャンルで言うと、メンズにもステンカラーコートですね、ちょっとオーバーサイズに振ったものがありまして、そちらとも迷ったんですね。ですが今回はこちらを購入することに決めました。というのもユニクロ U のですねステンカラーコートって結構ですね毎回リリースされてるんですね。まあ、前回の秋冬もありましたし、1年前の春夏もありました。僕もですね似たようなものをたくさん持ってるので、今回は購入をパスしましたが、実際に着てみたらめちゃくちゃ良かったです。色は3色展開なんですが、どの色もめちゃくちゃ良かったので、まだベーシックなステンカラーコートをお持ちでない方であればメンズのですねオーバーサイズステンカラーコートがおすすめかなと思うんですが、おしゃれが好きな方だとか、すでにですねステンカラーコートをお持ちの方も多いかなと思うんですね。まあそういった時にはこのコートが間違いなく今季一押しかなと思います。どこが気に入ったポイントなのかというと、まずはですねこのゆったりめのサイズ感ですね。メンズのコートよりもこっちのレディースの方がだいぶたっぷりめなんですね。トレンド感漂うようなシルエットになっているんですが、襟幅とかを見てもらうとかなり太めでクラシカルな印象もあるんですね。デザイン的にはオーソドックスなんですが、サイズ感をオーブンにしたりだとか、あとは上質な素材感を楽しめるようなそんな一着に仕上がっているので、かなり満足度が高いかなと思います。ちなみにこちらのコートは僕はですねカーキを狙っていったんですよ。春らしいカラーといったらこういったブラック系よりもベージュだとかオフホワイトだとかそういったものかなと思うんですが、実物を見たらカーキの色合いが正直僕好みではなかったんですね。少し明るさがあって甘めな女性っぽさが漂うようなカーキ色だったので、ちょっと個人的にはしっくりこないなと思って、ノーマークだったはずのブラックを見てみたらちょっと色味がですね、僕はこれブラックじゃないんじゃないのかなと思うんですよね。どれぐらい動画で伝わるかどうかはですねちょっとわからないんですが、ブラックというよりは墨黒っぽさがあったりだとか、場合によってはダークグレーとかネイビーにも見えるんですよね。光の当たり方で全然表情が変わって見えるので、いわゆるですね真っ黒っていう感じでは全くなくて、その雰囲気が個人的にはめちゃくちゃかっこいいなと思ったんですね。これだったら春に着てもそんなに重たくなりすぎないなということで、今回はこちらのブラックを購入しました。とは言ってもカーキだとかもっと明るい色のコートに比べると重めではあるので、そのあたりはコーディネートで工夫をすればいいのかなと思っていまして、まあ、例えばですねこういったブラックですとか濃いめのコートには
今季らしいですね、こういったオフホワイトのパンツですね、こういったものを合わせてあげれば全然季節感を出すことはできるんですね。ですので僕はこのコートは思い切ってですね、白パンのみで着たいなというふうに思っています。まあ、白パンもですね、タイトなものではなくてコートの雰囲気に合わせて少しゆとりのあるものを合わせた方がよりバランスよくですね、ハマってくるんじゃないのかなと思います。で、このコートの下にはですね、デニムのバンドからシャツを取り入れてみました。これは僕のブランドのものなんですが、シャツの上に1枚さらりと羽織るだけで春の着こなしが実現できるので、これはかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で、コートのデザイン自体はベーシックで使いやすいんですが、実は後ろから見ると分かるんですけども、こちらフードがついてるんですね。これが着こなしのアクセントになってるかなと思います。このようなロングコートってかなりきれいめなアイテムなので、そのアイテムに対してフードというですね、カジュアルなディティールが加わることで結構意外性が出せたりだとか、着こなしの中に一つのポイントとなるんですね。僕はこのようなアプローチが結構好きで、モッツコートも好きですし、あとはマッキントッシュとかも結構フード付きのロング丈のアウターとかもやってるんですが、メンズユニクロ U にはなかったこのフード付きのロングコートというアプローチが個人的にはすごくバランスがいいなと思ったので、これはですね、ガンガン春に着倒したいなと思いますし、まあ、中に着るものさえ考えればもう今時期から着れるかなと思うんですね。さすがに雪が降ってる今日はきついかなと思うんですが、もうちょっと天気が良くなったらですね、早速こちらのコート着てみたいなというふうに思っています。今は前を開けて着てるんですが、これ全部首元まで締めた感じもかっこいいので、ちょっと締めてみたいと思います。はい、ということでコートの首元を締めてみました。ここですね、タブがついていまして、首元をキュッと締めることができるんですが、この感じがまためちゃくちゃかっこいいですね。まあ、近年コートはですね、このような襟を立てたりだとか、そういった着こなしができるものが増えてるんですが、こちらのコートにもそういったディティールがですね、備わっていまして、着方を大きく変えることができるんですね。ちなみに襟を立ててこのタブをつけるときにはフードですね、これはない方がバランスがいいなと思いました。このような着こなししてあげるとまた全然イメージが変わるので、一つだけではなくて複数の着こなしもですね、楽しめるコートかなと思います。ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて2点目購入したアイテムなんですが、こちらのアウターですね。これまたなかなかいいんじゃないでしょうかね。商品名はですね、リラックスパーカー、色は08のダークグレーを購入しました。価格は9990円ということで1万円を切ってきたので、これまたなかなか買いやすいアイテムかなと思います。ちなみにこちらもメンズのアイテムではなくてレディースのアイテムになっています。サイズはですね、こちら M を購入しました。まあ、正直 L か M かで迷ったんですが、まあ、そこまでワイドに振りすぎずにこれぐらいのサイズ感で着るのがいいんじゃないのかなと個人的には思っています。まあ、多くの男性であればおそらく L ぐらいが一番しっくりくるかなと思うのですが、そのあたりは店頭で試着しながら検討していただきたいなと思っています。まあ、デザイン的にはいわゆるこうマウンテンパーカーだとかナイロンジャケットだとか、ちょっとスポーティーなイメージのアイテムベースになっているんですが、まあ、そこをですね、デザインちょっとこう細部にアクセントを効かせながらユニクロ U らしいアプローチをしているような、そんな一着になっているんですね。まあ、色味がですね、なかなか良くて、まあ、ダークグレーという表記ではあるんですが、ユニクロ U のアイテムって先ほどのこちらロング丈のコートもそうなんですが、表記の色と実物の色の間にちょっとした違和感があるんですよね。それはいい意味の違和感で、ダークグレーと言いつつもですね、伝わるかな、ちょっとこうグリーンがかってるんですよね。ダークグリーンがちょっと混ざったような、そんな色味になっているのが僕はかなりいいんじゃないのかなと思います。まあ、デザイン的にはこちら大きめのですね、腰ポケットが、まあ、左右対称についていて、それとですね、その上にもですね、ここポケットがあるんですよね。このデザインのディティールもすごく凝っていて、まあ、通常のアウトドアのアイテムにはなかなかないようなアプローチなんじゃないのかなと思います。まあ、正直ここのポケットはなかなか入れづらくてこんなになっちゃうんですけども、デザインのディティールとしてはすごくバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、これもですね、コットン地なんですが、やっぱり質感がすごくいいんですよね。動くとですね、ちょっと微光沢が漂うのが伝わりますかね。ちょっと動画なのでどれぐらい伝わるかわからないんですが、先ほどのこちらのフード付きのコートもそうなんですが、動いた時の表情がすごく綺麗なんですよ。このあたりのですね、上品さをユニクロの価格帯で実現してくるというのはやっぱり驚きなので、これまたかなりいいアイテムかなと思います。男性の方でも結構似合いやすいですし、素材使いが上品だと大人が着てもそんなにカジュアルに見えすぎることがないので、ぜひトライをしていただきたいなと思います。僕のコーディネートなんですが、内側はシャツですね。あえて
着丈が短いアウターなので、その下には丈の長いですねシャツ系を合わせて着丈の違いを楽しむみたいなのがすごく個人的にはやってみたいコーディネートかなと思います。そしてアウター自体がちょっとこうグレーとグリーンが混ざったような曖昧な色なので、ボトムスは今回ブラックでパキッと引き締めました。一方で先ほどみたいな白パンとも相性がいいので、まあ、2つのコーディネートを楽しめるような、そんなですね使い勝手のいいアウターかなと思います。まあ、おそらくこれめちゃくちゃ人気が出そうかなと思うので、ぜひ皆さんもですね早い段階でチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、今僕が履いているボトムスですね、事前レビューでもちょっと触れていたアイテムではあるんですが、実際に履いてみたらなかなか良かったので購入を決めました。商品名はワイドフィットパラシュートパンツ08のダークグレーを購入しました。価格は4990円ということで、なかなかですね病みつきになるような良さのあるパンツなんですね。まあ、そもそもパラシュートパンツという言葉聞いたことがない方も多いかなと思うんですが、まあ、いわゆる軍パンですよね、ミリタリーのアイテムなんですけども、基本的にはですねちょっとゆとりがあってその部分が絞れるようなデザインになっているのが特徴なんですね。こういったもともとミリタリーデジのアイテムが結構今のトレンドのゆったりめとハマりがいいので、最近ではですねちょこちょこといろんなブランドで見かけるようになったんですが、非常にバランスのいい仕上がりになっているかなと思います。まあ、正直メンズとパンツって僕はウエストがちょっと合わないことが多くて、買うとしても最小サイズをオンラインで買うことが少なくないんですが、今回店頭に置いてある一番小さいサイズですね、こちらはウエストが73センチですかね、こちらで意外としっくりきたんですね。というのもちょっと見ていただきたいんですが、これね横にですねこういったサイズ調節の部分がついていまして、ここを絞ってボタンを止めてあげるとウエストがぐっと縮まるんですね。これ左右に両方ともついているので、そこを締めたら僕のウエストでもピタリとはまったので、結構ですねこのパンツ気に入っています。僕の中ではここまでワイドなパンツってあんまり履いたことがないんですよ。せいぜいタック入りのワイドパンツだとかそのあたりぐらいまでなので、それらに比べるとかなり大胆に太いんですが、実際に履いてみると最初は違和感があったんですが、徐々に見慣れてくると妙な癖になるような魅力があるんですね。ワイドパンツでだらしなく見えると思いきや、割とストンと落ちるようなシルエットになっていまして、そこまでだらしなく見えないんですね。そして素材感、これコットン 100% なんですが、これまた光沢感があって上品なんですね。まあ、ダークグレーで深みがあって色味も綺麗ということで、割と大人見えするなということで、ワイドパンツあんまり履かない方でもトライをしてみる価値があるのかなと思います。なかなかですねデザイナーズのアイテムですとかドメスティックブランドだとか、まあそういったところでワイドパンツ買うとなったらもう本当に3万円以上になってくるかなと思うんですが、ユニクロ U であれば旬なワイドパンツが、まあ、気軽に5000円前後で買うことができるので、トライをしてみる価値があるのかなと思います。でこのパンツなんですが、まあ、デザイン的にはそんなにぶっ飛んだところはないんですけど、不思議なシワがあるんですよね。この辺りとこの辺りですかね、皆さん分かりますかね。ちょっとクッションするような不思議なシワがあって、これがですね着こなしの一つのアクセントになってるんですね。なんだろうな、決してこうスマートに見えるようなアイテムではないんですが、ちょっとした癖があって履くたびに徐々に気に入っていくような、そんな魅力のあるようなボトムスかなと思っています。まあ、僕の動画の中ではスマートアンクルパンツだとかタックワイドパンツだとかそのあたりをご紹介することが多いんですが、まあ、そのあたりからちょっとですね外れてトレンド感のあるボトムスですとか少し癖ありのボトムスが欲しいなという方にはこのパンツかなりいいんじゃないのかなと思います。意外と履いてみると着こなしにも馴染みやすいですし、裾幅もしっかりとあるので、今トレンド感あるようなニューバランスのスニーカーとか他オネオネとかそのあたりのポッテリ系のスニーカーとの相性もかなりいいので、僕はですねこれニューバランスと合わせるときにガンガン飽きそうだなというふうに思ってます。ちょっと雑に扱ってもいいようなカジュアル感のあるパンツなので、これはですね隠れた名作かなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。まあ、今回はもうなるべくシンプルに白のニットと合わせたわけなんですが、パンツ自体がカジュアルなので少しきれいめなトップスとかアウターと合わせてあげて、まあ、外しに使ってあげるのがすごくいいかなと思います。ぜひ皆さんもですねチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、今僕が履いていますこちらのボトムスですね。まさかユニクロ U で2本パンツ買うとは思わなかったんですが、
今回は結構パンツ豊作だったかなと思います。こちらはですね、これまたメンズではなくてレディースのタックジョガーパンツですね。価格は4990円ということで、これもすごく良い一本だなと思います。まあ、事前のレビューでもこちらには触れていましたが、やっぱり実際に履いてみたらドンズバで良かったです。僕は結構ですね、小柄なのでレディースサイズがちょうどあったりするんですが、このボトムスに関しては男性が履いても全く違和感のないような、かなりですね男っぽいデザインだと思うんですね。まずは腰回りなんですが、タックが入っていてちょっとクラシックな香りがするというところ、このあたりもちょっとメンズライクですし、あとは生地の感じもですね、ちょっとミリタリーっぽさも感じて、個人的にはちょっと男っぽいようなアイテムで、これは女性だけではなくて男性も履いた方が、まあ、すごくいいパンツなのかなというふうに思っています。で、色はですね、こちらダークグレーという表記ではあるんですが、これまた曖昧な色で、ダークグレーっちゃダークグレーなんだけど、ちょっとオリーブっぽさも感じなくはないかなというところで、このあたりの曖昧な色合いがやっぱりユニクロUらしくて素晴らしいなと思いました。まあ、丈の長さも直さずにそのまま履けるというのもすごく個人的には満足してるんですね。そうですね、ジョガーパンツということで絞ることができるんですが、個人的にはやってみたんですけど、絞らないで普通に履いた方が癖がなくていいんじゃないのかなと思っています。シルエットも決して細い形ではないんですね。先ほどのワイドパンツに比べるとかなり細身には感じますが、それでもゆとりがあるので、まあ、十分ですね、そのまま履いただけでもトレンド感は漂うかなと思うんですね。まあ、お好みでストアですね、絞ってみるのがいいかなと思うんですが、個人的にはこのまま履いてみたいなと思っています。まあ、こちらもですね、また素材の質感がすごくいいんですね。今期僕がご紹介するものは全部質感良かったですね。まあ、このようなパンツには僕は結構ですね、ボーダーのカットソーをこのようにインしながら着たいなと思ってまして、もう春先はこの着こなしガンガンやってみたいなと思います。そしてその上にはですね、先ほどご紹介したロング丈のコートですね、これとも相性が抜群に、ブラックとダークグレーという色自体がすごく相性がいいので、このような着こなしもどんどん皆さんにも試していただきたいなと思っています。はい、ということでラスト5点目はですね、今僕が着てますこちらのですね、半袖のシャツですね。まさか雪降る日にですね、半袖シャツを着るとは思いませんでした。しかも足元はですね、皆さんグルカサンダル素足に履いてますので、かなり今寒いんですが、まあ気合を入れてですね、ラストの撮影をしてみたいなと思います。商品名はオーバーサイズワークシャツかっこ半袖、色はですねダークグレーの色味がすごく良くて、まあこれも欲しかったんですが、まあ今回はいろいろと買うので一色に限定しました。79番のダークパープルですね、こちらが3990円ということで、まあ、2色買ってもいいぐらいですね、リーズナブルな価格帯になってますので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、事前レビューでもこれお伝えしていましたが、やっぱり良かったですね。ベースとなるのは半袖のレギュラーカラーシャツで、まあ、ワークテイストでちょっと胸にですね大きめのポケットがついてると、このあたりのディティール個人的には大好きです。これはもう発売前から必ず買おうと思っていました。で、色合いなんですがグレー系もすごく良くて、あれはもう誰が着ても似合うというぐらい鉄板なんですが、今回はこの深めのパープルですね、この色がまあなんといっても美しいというか、他にはないようなアプローチだったので、思わずこちらを購入してしまいました。パープルというとちょっと癖があって使いづらいイメージもあるかなと思うんですが、大人に似合うようなダークパープル、深みがあってすごくいい色味なんですね。夏の着こなしってどうしても単調になりがちなので、そこにですねこういったちょっと人とは違う色を使うことでおしゃれにも見えますし、気分も変えられるかなと思うので、まあ、今回選ぶのであればこのダークパープルはかなりいいんじゃないのかなと思います。まあ、最大のネックとしては着るまでの期間がだいぶ空いてしまうぐらいですかね。まあ、そこ以外はもう完璧かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、サイズ感なんですが結構ゆったりめなんですよ。最初は M サイズで試着をしたんですが、かなり大きかったのでサイズダウンしまして、こちらは S を選択しました。どうでしょうか。 S でも結構大きめなので、これは通常サイズを選んでいただいて、まず間違いがないかなと思います。あまり大きく振りすぎない方がバランスがいいので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、このようなパープルのシャツはかなりアイテムのインパクトが強いので、下には白 T シャツですね、これをチラ見せさせ
てあげて、ちょっと爽やかな雰囲気を出してあげる。でボトムスに関しては先ほどご紹介したパラシュートパンツですね、このワイド感があるものがかなりハマりがいいなと思うんですね。特に夏場なんかはピタッとしたパンツよりは少し風が通り抜けるようなこれぐらいのワイドパンツって意外と快適だったりするので、僕はこのパンツと合わせたいなと思っています。そして足元はですね、グルカサンダルぐらいの少し綺麗さもあるようなサンダルですね、これと合わせてあげるのが抜群じゃないかなと思っていまして、まだまだですね雪が降るような寒い日ではありますが、いつかやってくる夏に向けてこのようなコーディネートも想定できるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんもですね、こちらのシャツパープルが一押しではあるんですが、グレー系ももう間違いない選択だと思うんですね。オフホワイト系のパンツ合わせても爽やかでいいかなと思うので、まあ、そちらも含めてぜひチェックをしていただきたいなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では春夏のユニクロ U の新作ですね、本日発売だったアイテムをですね実際に買ってきて皆さんにですね全力でレビューをさせていただきました。まあ、どのアイテムに関してもユニクロ U らしいですね、ミニマルでなおかつ素材感が良くてデザイン的なアクセントがほんのり効いていて、まあ、非常に満足度が高かったかなと思っています。ぜひ皆さんが気に入ったアイテムですとか買ったものなんかもですねコメント欄でシェアをしていただきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですねなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。